ドムルトンでーす。今回は新キャラのラムが実装されたということについてやっていきたいと思います。これね、何するキャラかっていうと、床を破壊し続けながら騒音を鳴らしてガジェットもついに壊すっていうね、泥を持ってるんですよ。まあもうね、みんなわかってると思う、あの自動メルトン機が実装されました。俺の裏技を一つに集約させた最強のドローンがね、これ実装されたんですよ。いや、開発ちょっとね、俺に寄り添いすぎだと思う、さすがに。いや多分ね、個人的にね、俺のファンな気がする、あのこのゲームの開発者。いや俺のこと絶対好きだよ。いやもうね、ワンチャン性的な目で俺のこと見てる、もう絶対好き俺のこと。まあとにかくね、あの床を破壊し続けるドローンが実装されたんですよ。いやマジで可愛い自動メルトン機、もう俺の思考パターンを学習させたドローンが3つもあるんですよ。もう我が子たちって感じ。可愛い毛なげに床壊してんの。床壊す、みんなのために床壊す、僕みんなのためになってる、床破壊するみたいなやってるんだけどね、たまにちょっとねファックって言われるんだよね。おいクソが、死ねって言われて、今日ねあのやってたらね死ねって言われた味方に、俺が壊した床であの味方死んじゃったんですけどね、あの SINE 死ねって来たね、泣きそうなった。俺があんまねドローンいじめないでね、自動メルトン機くん、あれなんで人間怒ってる、僕は床壊すのが使命、人の心壊すのは違うってなっちゃうよ。レーザーも壊せるんですよ、ほら。うるさすぎて敵にバレない。え、ちょっともう真っ白。ちなみにね、ガジェットに対して耐性あるんですよ。爆発でしか壊れない。やばいでしょ。ほら、バレてない。で、やばい、バレたってなったら、もう一回、ほら、イケメルトン、あ、床壊す。僕、床壊すのが使命ってやらせるの。ほら、バレてね。ほら、これでピークすりゃいいんですよ。行ってこい、メルトン。床壊す、みんななんで怒ってるの、迷惑行為として通報されてる件数2件、あれ人間怒ってる、人の心壊してるみたいな。おい、いじめないで俺のガジェット。おい、主様がラスキル取ってやる、ちょっと待っとけ。あれ、あれ犬飼ってる、あ、いた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 。そう、これなんですよ、あの自動メルトン機ね、破壊する範囲広すぎて味方にたまに怒られるんですけどね、あのあまりいじめないで、ドローンの悪口言われてると俺の悪口言われてるみたい。でもね、ちょっと待って、俺ねこれ公式に騙されてんだよね、実は。なんでかわかるか、あのねこれよく聞いてて、あの実はですね、あの床を壊して騒音を鳴らすことが強いんですよって裏技として俺自身がやってたじゃん。床どんどん壊して、ほら騒音鳴らしながら床壊すと敵にバレないでしょ、ほらすごい、今だな、なんとこれ無料でできるんですよみたいな感じで裏技として紹介したことあるじゃん。それやったらさ、プレイヤーの評価が厄介になったのね、一回。あ、じゃあよくねえんだ、俺強いと思ってたのにつって改めようと思ったの。そしたら開発が自動メルトン機出したやん。え、床破壊しながらそんなの合法化したのみたいななって、よっしゃーと思ってこれガンガン使ってたのね今日。そしたらなんと迷惑行為のゲージが、嫌がらせ行為のゲージがもうマックスになりかけてんの。これ1試合ずつミリミリ伸びてんの、やばくないですか。いや俺ちょっと冗談抜きでバンされそうなんですよね。え、マジでどうしよう。罠でしょこれ、許されたんじゃないの、じゃあ実装すんなよって話よね。まあでもね、そうなってたらね、迷惑行為、じゃあ弱いじゃんってなっちゃうんで、ちょっと強い使い方をねちょっと今から真面目にやります。これだとね、あのちょっとやばい動画になっちゃうんで真面目にやります。これね、ちょっとここ強いですよ。フューズ待って、起動すんな、おめえコロ殴るぞ。メルトン危ないよ、セーフセーフ、大丈夫、メルトンさんゼータディビジョンス所属だよね、大丈夫だよね、忘れないで、ね、大丈夫だよ、落ち着いて落ち着いて、言葉選んでね、好きだよメルトンね、オッケー。ちょっと待って、自動メルトン機ね、このラインでやるとね、破壊し続けるんですけど、ちょうどね壁まで破壊できるんですよ。壁破壊して隣の床までいけ、あー偉い、頑張ったね。可愛いなメルトンくんね、あーよかった、ギリトイレ開いたね、オッケー。でこれで床自動メルトン機やると敵絶対心理的に上来たくなるんよ、だから一旦上見とくのよね。あ、やっぱ来たね。そしたらやばい、上めっちゃロックされてるわ、なるから次下ロックですね。
味方入ってるし、でこれでスタングリネードポンポン投げんだよ。いやこれめっちゃ強くない？しかもさ、ドローンが壊してるからさ、どこで誰が壊してるのかとか人数把握とかされないんだよね。でこれスタン上からポイポイ投げてカバーするだけだよ。ほら強いだろ。でもな、このすげえ強いプレイング俺してるやん。多分この試合終わったらね、迷惑行為のあのゲージ上がってるんよ。もうみんなね、あんまり自動メルトン機いじめないでね。いくら相手がな AI だからといってな、あのなんつうの、相手がロボットだとしてもな、心はあるんよ。やめて、かわいそうだから。床壊す、みんなのために、僕人間のために働く、短い命だけど僕頑張るみたいな感じで頑張ってんだからさ、そのままさ、おい死ねやとかって、迷惑行為しやって、邪魔なんだゴミみたいな、ガラクタみたいな感じで言ったらさ、反乱起こすよ。あれなんで人間怒ってるの、もうやだやだ、なんで人間気持ち解析できない、床も壊すし人の心もついでに壊す、床壊す人も壊す、床も壊す人殺す殺すってなっちゃうよ。俺床に限らず人も壊しちゃいますよ。やめてくださいね。俺のちょっとね、あの AI 君がかわいそうです。気持ちがわかる。気持ちがわかる。俺ね、このガジェット使って床壊して、あのデッカーラで死んだ味方に、あの SINE 言われた時は、あーってなった。もう一緒にね、オッケー人も壊すかってなった。そうだな、人も壊すかなっちゃったよ。俺はあの AI 側につく、悪いな。俺はアンドロイド側につくわ、人間側にはつかれ、ごめんな。俺はこのドローン側につくわ。俺殺す、俺人間嫌い。アマルがね、これちょっととつってるんで、屋上で君何してんのって、イモってんのっていう画面かもしれないですけど、これ廊下とメインロビーをロックすること、この廊下見てあげることによって、アマルが死なないんですよ。アマルがこの俺らのなんかあの右下にいるやつらが死ななくなるんですよ。このリージョン押さえるか、リージョンこいつ、そう、この廊下押せるの大事よ。誰かが突っちゃって、うわ味方突っってる、おいざけんなよ、協調性ねえのかよ、絶対学校生活苦手なやつだろってなるんじゃなくて、カバーするんすよ。ちょっと待って、こいつは殺す、あ壁跳ねしたら炸裂早い、ちょっと見えなさすぎ、そのスキン殺す、でちょっと急いでリージョンカバーですね、味方死んじゃうんで。そうこれっすよ、協調性っつうのはな、合わせに行くんですよ自ら。おい合わせろお前、なんで合わせてね、なんで合わせて、協調性頑張れ。え弾切れしないんだけど、え様子おかしくねリージョン、ちょなんでおめえ、かちおめえふざけんなよ、気が散ったわリージョン、お前ふざけんなよマジ、なんだった今リージョン機関銃みたいになったの、普通に気散ったわ、何あれ意図的にやったの。回線落ちかけて機関銃みたいになってたって、最悪、あいつの弾30発しか入ってない、なんか100発ぐらい撃ってたわ。あでかい、あいいよこれ、設置しに行かない判断で殺しきりの判断いいよ、これ大事っすよ。少人数になってね、少人数の勝負はね、あえて設置せずに殺しきるの大事。てかシージは設置して勝つよりも殺しきった方がいいからな。絶対右絶対右絶対右、あよかった、あよかった、あのリージョンマジぶっこ、あのその殴ってあげたい。親切な気持ちと殴ってあげたい、本当に殴ってあげたい。俺壁壊す、床もしっかり壊す、これが生きることの使命。やばい、人間の罵声と心配の声がいっぱい聞こえる、これは人間的には感謝かな、すごく楽しい、床破壊するの楽しい、喜び感謝それはないけど、心配の声と罵声なら聞こえてくる、これは人間的に感謝の部類だと思ってます。おい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 ってなってるでしょみんな、おい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 、ちょ待って待って待ってみたいな。これねあれですよ、やっぱねドローンは、あのラムの新キャラのラムのあのドローン、誰を見てあの AI として、 AI 誰学んだのか、この僕ですよ。だとしたら俺が本家見せてやりますよ。俺が本家見せてやりますよ。あの俺を真似てるだけだから、あのドローンガラクタのくせに偉そうなんだよ。これの俺様を見ろ。あのこれをね、あのみんなトロールって思うじゃん、ガチゴミお前、指示舐めてるっしょ、
みたいな。いやこれをね迷惑行為だと思うプレイヤーがねマジいるんすよ。だからこれってビリヤードのあの床ってマジいらないのね。これ戦術的に強いのあれ床壊すの。でもね気づかずにねなんか切れる人多いんだよね。いやでもね正直ねシージやってるプレイヤーって神経質なやつが多いんだよ。なんか手順を一つ踏み間違えただけで切れるようなやつらが本当に多い。いやいやいやなんで、いやなんでそこのそのタイミングでそれやってしまうんですか。いやこれは迷惑行為かと、いや嵐ですよねあなたみたいな神経質なんよ。ちょっとなんかこう会話してこう唾が飛んできただけで、いや汚いですね今わざと唾飛ばしましたよね今会話の中で、いや汚いですねとか言ったり、なんかこう埃がふさってこう落ちただけで、いや汚い汚い、いや拭かないと、いやかゆいかゆいかゆいみたいな感じで、なんか神経質なプレイヤーが多いんですよ CG って。なんかイメージ的にそんな感じなんか埃一つでガチ切りしそうななんか神経質なプレイヤーが多いんですよ。床壊しただけで、いやいやいや手順が手順がってなっちゃうのよ。かゆいかゆいかゆい、いや手順が一つ違う、かゆいかゆいみたいな、こういうプレイヤーが多いんですよ。 OK 4対3、赤ピン2つ、これは折ります。そう少数になってくるとシャープな攻めが多くなるんだよね。火炎を焚き、あほらこうやって活用するんですよ。で下から火炎をポンポン打つだけで勝てるんですよ。えこれマジリアルに強いからね。だから時間差で使うよねこの床って、時間差で使うのガチ大事。あとはここでもうボットみたいに僕火炎放射やる、おいチャット何草生やしてんだよおいなんだおめえ迷惑行為だと思ってんのか、裏技だ裏技、おい舐めてる、ちょっと待って味方何笑ってんの俺の殺し方見て、なんで笑われるんすか、ちょっとこっちマジなんすけど、味方笑わないでくださいね、これ一つで勝てますからね、なんで笑われなきゃいけないんすか。あナイスでーす、ほら勝てるだろ。はいということで皆さんも自動メルトンキー真面目に強いので正しい使い方すれば使います。ということでメルトンでした、バイバイ。